今とにかく頭がかゆい。け。はい、どうもキッシュです。こんばんは。今回の動画ですが、内容に関してはもうタイトルを見てお察しいただけたらと思います。で、今ですねちょうどたまたまね、たまたまよ、いつもじゃないよ、たまたまよ、たまたま。たまたまお風呂に入ってない状況です。で、今とにかく頭がかゆい。だからね、今すぐシャンプーをしたいなと思ったんですけれども、そこで思いました。僕は2日洗わないとどんだけ髪や頭皮が汚れているのかっていうのを映像で皆さんにお伝えしたいと思います。ということで、お食事中の方はブラバックってブラウザバックだ、ブラウザバックをお願いします。で、お食事中じゃない方はちょっと興味本位でどんだけ汚れが出てんだ、どんだけ洗い流した後汚くなるのかっていうのをご覧いただけたら嬉しいです。正直僕もこんなことしたくないです。恥ずかしいです。僕がズボラだっていうのがめちゃくちゃバレちゃうんで恥ずかしいんですけれども、やっていきたいと思います。で、改めてもう一回僕の状況を言いますと、2日間ちょっとねお風呂に入れない状況になってしまってます。で、かつ煙が出るタバコも結構吸ってます。だからまあもくもくもした状態で、しかも仕事もしていたので汗もかいたりもしておりますので、非常に汚れている状況になってるはずです。そんな状況で2日間お風呂に入らなかったら髪の毛ってどんだけ汚れているのか、これは注意喚起の動画になってますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。じゃあ髪を洗ってみよう、レッツゴー。はい、今のお風呂はこんな状況で、シャワーを少し出しまして、はい、通常だとまあこんぐらいの色になります。まあ、全然透けてますね、水も。で、ここからシャワーを浴びていきたいと思いますが、今回は本当純粋に髪の汚れだけを見たいので、服着たまま体は洗わずにもう本当に頭だけ洗うようにしますんで、頭がどんぐらい汚れてるのかっていうのを純粋に見れるはずなんで、ちょっとご覧いただきたいと思います。じゃあ行きますね。あっ、ちょっと待って、やば、ちょっとね、衝撃的、びっくりよ。あ、やばいよマジで。え、こんなになる？ちょっと一回カメラ止めますね。ただお湯で流しただけで、これよ、やばくね？こんなに汚れんの？ほら、こんな変な泡とかもあるし、めちゃくちゃさっき透き通ってたのにさ、やっぱ指もほらちょっと濁ってるでしょ。2日経ってるからこんだけ汚れてるっていうのもあるかもしれないけど、例えば温泉に行ったりとかしてさ、いきなりかけ湯とかも洗いとかもせず入る人とかいると思うんですけど、あれやめた方がいいですね、マジで。こんだけ汚れてんだからやばいって。じゃあちょっとシャンプーの続きしていきます。バルクオムでやります。3分半ぐらいゴシゴシしました。じゃあここから洗い流していきます。はい、終わりました。じゃあちょっと見てみましょう。はい、こんな感じです。まあそりゃそうでしょっていう話ですよね、シャンプー使ってんだから。まあまあ確かにね、まあ黒いというか青いというか、そんな色になりました。うん、全然濁ってますね。まあ当然ですよね、こんな感じになりますということです。はい、ということで、まあ結論なんですけれども、シャンプーは毎日しましょう。当たり前ですね。
やっぱりね、2日も洗わないとこんなに汚れるんだということ、まあ、水洗いだけでもめちゃくちゃね、汚れっていうのは落ちるっていうのは顕著に分かったと思うんで、ハゲてるー